こんにちは。はい、では今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。就活担当の先生に勧められて興味を持ち参加しました。はい、では今、インターンシップを始める前の経験を教えてください。高校でプログラミングの勉強をして、専門学校ではゲームエンジンの使い方などを主に勉強していました。はい、では今回インターンシップでやった内容を教えてください。ココス 2D を使ってCプラでの Android アプリの作成です。はい、あとは記事の作成と動画の撮影です。はい、それぞれどんなものを作ったんですか？記事は日報のような感じのタイトルですが、Cプラで詰まったところなどをまとめたことが多かったと思います。アプリケーションの方は、夏をテーマということだったので、サマーウォーズから恋恋を作ろうと頑張りました。完成はしましたか？一応遊ぶことができるようにはなりましたが、UI など見栄えが全然良くないので完成したとは少し言い難いです。うん、はい、わかりました。なんかその読んでほしいところの記事の部分とかもしあればアピールしてください。読んでほしい記事の部分ですか？そうですね、忍者がないっていうのが見つけたときに思わずちょっと笑ってしまいましたね。では、今日でインターン最後ですけども、インターンシップを終えての感想を教えてください。初日に記事を毎日1000文字以上と言われた時に本当にできるかだいぶ心配だったんですけど、一応毎日ちゃんと埋められたと思うので、それは良かったかなと思います。あとココスの説明の時に最初に C 言語と聞いていたので、Cプラでちょっと心配だったんですけど、そんなに詰まることもなくできたので良かったです。以上です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。